はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドレザス・ヤワです。バイオハザードレジスタンス、やっていきたいと思います。さあ、今回ね、タイラントに新しく追加された妨害、こちらをつけていきたいと思います。タイラントの近くにいるサバイバーを自動的に妨害し、地面に叩きつけるっていうね。歩いてるだけで、簡単にぶん投げてもらえるんですけど、これね、ガードしながらやってくれるかなと思ったんですけど、ガードしながらはさすがにやってくれないですね。ガード解かないとぶん投げてくれない。ただこれね、何に使えるかっていうと、ドア前に待機してるサバイバーとかね、すれ違おうとしてる人を掴んで投げてくれるのかな。でも正直いらないでこれ投げるとね、まあダメージあるんですけど、400、500ぐらいあるんだけど、それだけだとね倒せないんですよ、サバイバー。結構もうね、 HP ギリギリのサバイバーぶん投げても倒しきれないんですよね。やっぱ殴んないと倒せない。ダメージは入るけどね、謎を。で、八つ咲き、スレイブ化可能なクリーチャーの噛みつき攻撃のダメージ大幅増加。そして耐久、スレイブ化中のクリーチャーがノックバックしなくなるというやつですね。これね、無敵もあるんですけど、スレイブ化しているクリーチャーが一時的に無敵状態になるって。正直これだったらノックバックしない方がより長く戦えるかな。これだともう噛むだけだね。出して噛むだけしか使えないかな。うん。そしてオーバークロック、即座にバイオエネルギーを3獲得できると。ただ獲得した後10秒間はエネルギーが回復しなくなりますよというやつですね。だからこれ使った後にスレイブしてぶん殴りまくって10秒を経過するのを待つという感じで、巻き菱、エリアさんで使えるんですけど、結構広い範囲ね置けて、そこをサバイバーが歩くとダメージを受けるよと。結構ね、1秒ずつバン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 減っていくので、コア前とか出すと結構嫌かな。うん、ってことでていきます。装備こちら、感染ガス3と、体力をちょっと上げてるのと、アルティメットスキルの効果時間を大幅に増加してます。タイラントをより長く使えますね。そして攻撃力をわずかに上昇んで、デッキはこちらですね。ウイルスモジュール入れて、普通にねゾンビ出すだけでバイオエネルギーをどんどん吸収できるようになってるという感じです。そしてこちら、再生ガス、出せばねエリア内全体に再生能力を付与できると。そして新しいカード、エアバーストトラップ、しばらくの間ね、煙がビューンと出ていろんな人を吹っ飛ばしてくれると。クリーチャーも吹っ飛んじゃうのがちょっと厄介ですけど、うん、行きましょう。さあ、相手はバレリー、マーティン、ジル、サミュエル。ジルがホットドッグが持ってた場合、誰かが落ちる可能性がある。ボンジュール。運命の歯車が諸君をおかしな場所へと導いた。さあ、まあとりあえず果たしてここを出ていけるかな。どうで。どうしょ。ほい。ちょっとエアバーストトラップでも置いてみようかな。どんくらいエアロバーストしてる。こいつは痛みを感じない。し、このお遊びにはぴったりだ。よいしょ。おいさあ、カメ、噛むんだ。よいしょ。まあ、やめて。おい、ここで踏んでいく。あ、踏むんかい。吹き飛びましたね。特別な錠前を作らされた。特別な錠前。おし、再生ガース。よいしょ。ちょっとバレリーが出てきたが、よいしょ。おっ、フラッシュ、すごい勢いでリックが吹っ飛んできた。よし、ちょっとここサミュエルをやりに行くから。ほい、よいしょ。そいつはもう死んでる、やめてやれ。おっと、おい、あれフィル、女の子なんです。フィルではありません。一番手っ取り早い。ほい、ほい、おー、使ったか。痛いの。オッケー、よいしょ。ほい、切り裂いちゃうぞ。ほい、テイ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 。ほし、やりたかったことはわかるよ。どんなことだ。ちょっとうまくいかなかったけど。あっ、マーティンのやりたかったことをやらせてやれよ。いいよ、リッカ、リッカ入ってきちゃって。よし、ここはすごいみんな入ってくるな。どうした。ほい、さあ、お
よし、くたばらせるのに効率的な方法とは言えない。よいしょ、さあ全員感染させていく。でいいよ、エネルギーがめちゃめちゃ吸収できてる。よしよいしょ、こここいつの勝利だ。こいつ避けていく。よしほい、よいしょ、オッケー、よし吹っ飛んだ。おーい、勝てるかどうか怪しいな。よし、オッケー、さあ行こう。いいぞ、こいつは痛みを感じない。お、転送トラップが来たぞ。でもまあここで出すのももったいないな。よいしょ、生きてるか、うん、エリア2の最後だね、最後の方に。さあどこまで行けるか楽しみだな。ここに出しとこう。まあここあんまり良くないけどね。ほい、さあ、再生弾来てほしい。来た、再生グアス。ほい、よいしょ。さあ全体的にみんな強くなったぞ。さあマーテン来てるね。時には自分でやるのが一番手っ取り早い。わかるだろう。おい、よし、はいはいはい。お、なんだ、みんなビビってるぞ。きっと見つかるわ。お、見つけてくれ俺のことを。よし、オッケー、ナイス発見。よいしょ、さあ私は硬いぞ。そっち行かれたらもう。さあマーテンがあっち行ってるが、ほい、さあタイラントが来る。ほい、タイラント後ろから出したい、こっからこっち側から出したいが。あなたの戸締まり。こいつは痛みを感じない。この噂で。ほい。お、これ鍵開け普通一瞬で開くやつだな。さあ、俺はいけるか。あー、倒しきれないか。俺を封印なんかできなくなるぞ。なんだ。残忍なゲームにぴったり。残忍なブス。オッケー、ちょっとやめてもらっていいですか。投げられたと思ったでしょうね。ほい、よいしょ、やばい、ヨリックが降参するときになっちゃった。これさ、あれジルのロケランさ、味方も吹っ飛ぶようになったよね。ちょっと早く開けて、それ早く開けてほしかったぞ、それ。よいしょ、さあそこ一人しか入れないぞ。おい、よいしょ、回り鳥籠の出入り口が閉まる。さあボーナスゾンビ。おい逃げられないぞ。おい、おし、ナイスナイス、説教み。ちょっと待って、バツ連打しちゃった。あ、まあ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 、キックスプレス倒したからか。おい、残念。最後に掴みたかった。まあまあ、よくやったよくやった。さあ、お前らをからかうために仕掛けた罠だ。ちょっとモジュールが渋滞している。あなたらこいつを渡す気はない。はい、電気消す。ハンゼロちゃん頑張れよ。くたばらせるのに効率的な方法とは言えない。はい、あー、くそ、命令は命令だ。ぶっ飛ばしたかったな。よしよし、せっこんでる、タイミングよくせっこんだ。おい、もう十分時間がない。急げ急げ急げ、スプレー、急げ、急げ。フレームインしてきたな。おい、よいしょ。ゾンビ2、ゾンビかけ2、急いで。愉快な仲間を呼んでやった。ああ、フォーバックアップでしょ。オッケー、オッケー、よいしょ。ここで一気に時間を削っていく。ああ、踏んじゃった、ギリ踏んじゃった、それ。そこはもう無理。お、エネルギーもう10溜まった、すげえ。モールドマシン、カビ臭い。ほい、
よし、さ、鍵開けの天才だからな。おい、さ、再生。よし、OK、15秒。ターゲットかトラップで時間めちゃめちゃ削れてるのでかいよ。いけ、壁。よし、無理だ。さあ、タイラントはまだ来ないよな、それな。よし、どうやって解除できたのか説明してくれるからだ。お前ら望みはなかったはずだ。駐車したウイルスのせいか。どういうの、あぶね。よいしょ。さあ、時間を一気に削っていく。カメ、よし、 OK。 よし、さあバレリーが行ってしまう。おっと、ここは転送トラップの出番もないか。ここは急いでくるはず。おい、すごい。よし、あー、これは勝利。さあ、ということでもう一試合行くか。ブン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 タイラント。ハロー YouTube。 お前らにはがっかりしたよ。いやー、でもまあ強くはないです。犠牲になるチャンスも。ただすれ違いはさせないっていうのはいいかもしれないね。結局は今こうして横通り抜けようとしたらもう吹っ飛ばされるっていう、そこはいいかもしれない。ちょっとこれ極めてくれる人いないかな。さあ、バレリー、ジャニアリー、サミュエル、ベッカ。そんなでも火力はないけど、ジャニアリーがロケラン出してベッカに渡したらもうおしまいですね。おしめです、そのこのゲームは。とりあえず噛みつきまくる、そしてタイラントで投げまくる。正直投げるのは強くはない。強くないどころの話じゃない。あの3つのスキルの中で一番いらない。諸君にはたくさん楽しいアトラクションを用意してる。例えば視野、破壊や病気、現代社会が与えてくれる楽しみが全部詰まってる。全員参議で電気消す。鍵がかかっているかだって。多分こっちか。さあ、閉まってる。はい、もう一回。これはくたばらせるのに効率的な方法とは。よいしょ、ケイン丸や仕込まれてな。よいしょ、オッケー。よいしょ、ほい。さあ、2連。お粗末さん、ほい。こっちから来るか。ようやくエネルギーモジュール来たな。よいしょ、僕には自分でやるのが一番の一人早い。わかるだろ。よいしょ、よし、およいしょ、よし、さあ頑張ろう、頑張って戦っていこうぜ。よいしょ、よいしょ、さあ、やばいんじゃない。あ、くそ、ポップ来ちゃったな。よいしょ、こいつは痛みを感じない。さあ、このお遊びにはぴったりの。ベーッ、よいしょ。さあ、弱体化かこれ。ほい、避けらんないか。よいしょ、ほい。なんでどのドアも開かない。なんでだろうな。さあ、耐性であそこのゾンビを回復させておく。一番手っ取り早い、わかるだろう。よいしょ、ほい、よいしょ、あ、ぬるり。このカメラをもらう。よいしょ。さあ、何か見えるかも。よいしょ、ほい。あ、これ食らうか。あー、食らうか。そいつは鍵だ。よいしょ、一応肩崩して大丈夫だろ、君ならいける、君なら大丈夫だが、よし、オッケー。このまま、このまま倒せないか。よいしょ、いけ、ぬるりするな。やめてください。スプレー設置。おっ、スプレーかぶったぞ、これはいい。よいしょ、ロケラン使った。
これはこれはもう使わざるを得んってなったのかな。よし、さあ、おい、あれはフィールだ。よしよしよし、さあエアロバーストトラップを、なんかどうしよう、どうしよう、オッケー、サミュエルが踏んだ。よし、こいつはこう呼ぼう、毒毒人。こいつぞ、最後の毒毒人だ。この遊びにはぴったりのマシンだ。オッケー、よいしょ。死ねとか言わない、人はみんな死ぬ。ほい、さあ、これで俺が焦ると思ってるのか、全く問題ない。うん、これ丸上は仕込まれてます。この仕込まれてるカメラはちょっと周りがノイズが走ってるんですよね、紫色に。それは無視しちゃえばいいんだけど、まあ、それか低コストのカード出すとかね。ただそのカード出すとカードも消えるしコストも減るから、そこだけ要注意。プラス時間も与えるという地獄。俺はアレックスに必要なものを渡さなきゃならない。うん、そっち側から来るから、そりゃそうだよ。やめてー、逃げて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 逃げお前の無事さえ俺は確認すればそれでいい。お前の安らいでる顔さえ見れれば。説明してくれるだ。お前ら望みはなかったはずだ。よいしょ。注射したウイルスのせいか。どういうわけだ。どうもー。ほい。どっ。さあ、まあ行かれるか。いやー！カメラを切るぜ。マルウェア。さあラスト2分半、しかも刑務所、これはきついんじゃないかな。下手にゾンビ出しすぎず一体一体で勝負していけばなんとかなりそうだね。ただボーナスゾンビがバンバン出てくんだろうな。ああまだ生きてんのか。おここか。おし、ここにまきびし置いといたら、これはこれはきついでしょう。ほい、よし、オッケー。うーん、ターゲットラー、よいしょ。時には自分の逃げてくる人を掴みたい。あー、掴まない。ほい、よし、さあ行こう。いいよ。ほい、残忍なゲームにぴったり。残忍なゲームに。これターゲットがもう初めからしてくれるたらいいのに。ほい、ほい、飛び込め。あ、これ俺もわーってなっちゃう。タイラントもびっくり。これ頭狙われたら外しちゃうんだよね。ほい、でーな。お、いい、よし。なんで今無敵だったの？ほい、よいしょ、ほい、よいしょ。一体どうなの？嘘、まさかの。急げ、立て、タイラント、あなたはできる、あなたならできる、よし。タイラント、あ、そうだそうだ、任務中だったんじゃないんだよ。よいしょ、ほい、マクシー、チェック中。よいしょ、結構吹っ飛ばしてる間時間長いのはいいな。ほい、よいしょ、ほい。さあまあこれだけですけどね。健闘を祈ってやる。ちょっと待って、近い。こいつの名はデッドリング。よし、さあこれはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。バレリーが、だが命令は
こっちか。はいはい。おしおし完成した。なんかサミル死んだぞ。あっちー、あちゃ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 、あっちちち、あっちちち、あっちちち。おいほい、どうしよう。おーし、オッケー。乗り移りたい。これはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。よいしょ。ほい、ここはやっぱり、やっぱり、やっぱり、よいしょ。何の音？何かがものすごい多重ヒットしている音がする。音がやばい、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 音がやばい。俺のだ。ほい、どう？焼きつせ。くそ、今の壊されたくなかったな。はい、さあオーバークロック、よいしょ。こいつは痛みを感じない。このお遊びには2人の気に、なんか音が遅れて聞こえるぞ。なんか変な感じになってる。処理落ちしている気がする。カクカクだぜ。ほい、外さないわ。ほい、こいつの名は、よーし、モグモグ。オッケー。こいつの名はって今トラップに向かって言ってましたけどね。これ音を置き去りにしてますね。音を置き去りにしました。ダニエルとの戦いが白熱しすぎてネテロ会長になってしまった。ということで今回はぽいぽいダニエル、しかもこの試合終わってないぞ、ずっと無限リピートしてる。では次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。試したい人は試してみてください。びっくりするぐらい弱いですよ。ではまた。Thank you.